はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。ただし様、やしし様、ひびじじ様、佐藤さん様、三省のみーちゃん様、つべ広告全再生中年様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方もたくさんいらっしゃいですね、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。つべ広告全再生すると私のところにお金がちょっと入ってくるんでしょうか。ちょっとわかんないですけど、謎なんですけどね。WIX 昨日から昨夜から始めました。苦戦中であります。頑張ります。あっという間になんかあれもがんでこれもがんでっていじってるとあっという間に昨夜3時間も経ってしまいまして、驚きました。ちょっとですね、豊島区議会で懲罰委員会抱えられた時の動画の細切れ、今朝載せて、見ました。あの頃は9月1日ですから肺がんって確定してなくて分かってなくて、まあまあ喧嘩っ早いんじゃなくて挑戦的な態度で懲罰委員会に臨んでおるんですけれども、今ですね肺がんって分かったんでもっと無敵になってます、いつ再発するか分かんないんで今のところ大丈夫なんですけれども、明日また肺抗がん剤の投与ありまして、ひょっとしたら 2,3 日具合悪くて休むかもしれません。その時はあしからずご了承ください。今のところ大丈夫なんですけど、再発ないんですけど、いつ再発か分かんないんで、もう私無敵です。あの時よりももっと無敵です。あの時って9月1日の懲罰委員会ね。今日のパチンコ屋さんのパチンコ屋の倒産を応援するブログさんになかなかいいこと書いてあって、左翼は人権を国家の上に来る絶対のものとするが、国家あっての人権なのはウイグル見りゃわかんだろ。なるほどなるほど。国家がなくなっちゃったからウイグルの人らは人権もクソもないっていうね、鎖でつながれて殴られながらソーラーパネルの原料のポリシリコン作らされてるということですね。人権どころか生存権も怪しいですよね、ウイグルの人らね。国家あっての生存権、人権、福祉、教育、経済発展、何よりもまず国家ですよね。で、国家を全うするのは安全保障なんだから、まあ兵は国の大事、全くその通りだな。これいい感じだから日本改革党の政策にも入れようかな。国家あっての生存権、国家あっての人権、国家あっての福祉で安全保障が一番大事ではというような考えを、日本改革党政策にしようかな、思っております。韓国連合ニュースが石原慎太郎さんの死去をですね、極毛源製造機が死亡と報道したそうであります。三国人外国人の凶悪な犯罪が繰り返されており、震災が起きたら相乗事件が予測される、慰安婦強制の証拠がどこにありますかなど数多くの毛源をぶちまけたなんて書いてありますけど、全くその通りじゃねえかって思います。ネットの反応です。な、死者に鞭打つ国柄だろ、完全にヘイト記事、ひどい見出し、さすがヘイト先進国。これなんだろうね、ヘイト先進国、憎悪先進国という意味でしょうかね。これが韓国の一流通信社の見出し、完全に北朝鮮と同レベル、2ちゃんの書き込みじゃねえんだぞ、国を挙げて毛源製造しているのによく言う毛源製造機、あいつは毛源製造機お前が言うなって話ですよね。要するにね、亡くなるまで何も言い返せんかったくせにというような意見もありましたね。大陸文化では、まあ大陸しても中国大陸ですけどね、自己の正当性のためにかつての敵の墓を暴く文化があります。全然理解できねえし、むしろ嫌悪感しかないんですけどね。
文禄慶長の駅でですね、朝鮮兵、民兵の戦死者をですね、日本側がですね、ミミズ化を築いて弔ったのと、えらい違いですわ。これだけでね、話せばわかる。なんか、どこにもねえだわ。っていうのが、以上、証明、終わり。QED と、なりますね。韓国にとってですね、言い返せない事実は、すべて妄言ってなるみたいですね。慰安婦、強制、証拠あんのが、言い返せない。三国人が、相乗事件を起こす可能性がある。言い返せない。とすると、それはすべて妄言である。っていうことで、自分を慰めんのかな。証拠出せって言われたので、妄言製造機と怒鳴りまくり、事なきを得た。得てないですよね。全然。全然得てない。三国人、外国人の強力な犯罪に加えられている、相乗事件が予測される2000年の発言です、これね。証拠がどこにあるんですか。2012年の発言ですね。今までこの間、なんも言い返せなかっただろうが、妄言妄言ですよね。本人はですね、ご本人は、暴走老人っていうあだ名が気に入ってたらしいです。石原慎太郎さん。ですんで、妄言製造機って呼ばれてもむしろ、クスクスって喜んだかもしれませんですね。悪い日本兵を追い出した我々が半島を統治する、韓国政府発足の土台からして、敵に嫌われ、嫌がられ、悪名をつけられることは大変な名誉ですね。つまり敵になっちゃいますよ。土台柄敵なんだからさ。土台柄日本兵が悪いって言い切っちゃってる韓国政府に憎まれ嫌われるのは名誉だって話。菅直人がですね、橋本徹をヒトラーに例えて問題になってますけど、そういえばね、在日左翼どもね、盛んに安倍元総理のこともヒトラー呼ばわりしてましたね。これって逆に大変名誉なことなのでは、と思うようになってきました。席を取るのは将の務め。誉れじゃっていうことで、誉れなんですよ。私もね、もっともっと左翼に、打滑のごとく嫌われて、嫌がられ、誰かさんに例えられるように、精進いたします。毛沢東じゃ嫌なんだよな。ポルポトとかな。あそこら辺に例えられると、本当に嫌かもしんねえな。中国共産党が、手出しできんように尖閣諸島を都が買っちゃおうということで、石原さん呼びかけてですね、集まった寄付金なんですけれども、都のホームページ見ますと、現在は都の尖閣諸島活用基金っていう名前がついて、まあ基金、しまい込まれてますけど、まあ厳重に保管されておると。額は14億1298万4964円です。現地調査、啓発広告費、ポスター作成などに約8000万円を支出してありますと。都はこの基金を国に託すため、毎年提案要求を行っている。だそうです。これは今日まで私知りませんでした。毎年国が拒否してるってことなのかな？都はですね、国が持つべき、国が活用すべき基金でしょっつって、国に渡したい意向らしいんですけどね。なんかあれですよね。もうだいぶ経ちますよね。10年ね。当面の措置つって始まった厚生省のね、一局長による通知による外国人生活保護をね、なんか知んねえけど70年以上続けちゃってるのと同様ですね。政府の当面の措置の気の長いこと、気の長いこと。いい加減にしろって。毎年毎年言われてるのに、なんで引き受けねえんだって話。頑張りたいですね。自民党右派議員、小野田紀美さんとか、青山茂春さんとか、山田博さんとかは、これ蒸し返すのが、ええんちゃうの？だってそれが道理なんですよ。なぜなら、石原の都に変われちゃたまらんっつって、野田政権が国有化したんだから。だったらね、尖閣諸島基金も国が管理するべき道理じゃない。つうか国が管理しないとおかしくない。国の持ち物になってんだからさ。右派自民党議員さんは、この辺ちょっと蒸し返し、続き、
いくつ合ってるよね。国の島になってんだから基金も国で活用する。なんで拒否してんだよ。誰が拒否してんだよ。どこが拒否してんだよ。ということで頑張れるネタになると思いますよ。そそのかしといてですね、共産党参議院議員の山添拓と武田義彦っていうらしいんですけど、朝日系のアベマ TV に出演しました共産党ってなんだっていう番組だったそうであります。この二人の顔がこちらですね。うわきっついなー、きっついなー、顔がきっついなー。共産主義についてですね、この武田がですね、資本主義の格差や環境問題を是正した先にあるものとか説明しちゃってたみたいなんですけどね。共産党って何のネットの反応がこちらです。共産主義の成功例は歴史上ない。貴族を夢見るロマンチスト、新人党首が22年目のフレッシュな政党、新人党首椎和夫のことか。まあ一期目だからね、新人と言えなくもないですけどね。フレッシュですね。22年も勤め上げてね。知らない人は内ゲバで検索して歴史を学ぼうなんてそそのかしてるって思いましたけど、どうやって格差や環境問題を是正するかは言わないと。多分自分らでも分かってないんでしょうね。それともですね、そんなのは上の方が考えればいいことであって、俺らは考えなくてもええわ。どうせ俺らは考えてて上と考えが違ければ潰されっからな。のんきに構えてんのかもしれません。説明できないことの説明を求められたらですね、殿下の宝刀論より大声嫌がらせを振りかざすと、大声で尻滅裂を怒鳴ってですね、事なきを得た。得てないですよね何言ってんだバーガーなんて思われるのがオチなんですけど、酷だですか。テレビ番組とかで言うとすぐ怒鳴ったりわめいたりするの、酷だってやついたな。共産主義が成功しない理由なんですけど、まあ端的に言ってこれに尽きるんじゃないか私は考えます。完全完璧の独裁者なんかいねえし、怠けない人民が存在しないから働いても働かなくても給料一緒、じゃあ怠けた方がいいじゃんって大体は思うよね。全部とは言いませんけど、完全に誰もそう思わないっていう状況ありえないですよね。完全完璧独裁者がいない、怠けない人民がいない、だから共産主義は決して成功しないと私は断言いたします。ダメ民主主義でもですね、まあ怠け人民でもですね、成立する資本主義とそこが違うと。いくら選挙で議席減らしてもですね、代表が変わらないイコール C 数を完全完璧と思ってんのかな。勘ぐっちゃいますけどね新人で代表になってからまだ22年しか経ってないですね。フレッシュな C 数を共産党委員長、そういえばフレッシュなんつうのもちょっと 4,5 日近いんじゃねえか。フレッシュマンとか、この野菜はフレッシュだねなんて今時言うのかなってちょっと思いますけど、佐渡金山世界遺産登録についてこんなことを言っておりました。朝鮮人労働者強制労働の事実を認めろだねえんだってば、こんなの証拠出せよ。認めるにあたって、確たる物証出せ、事実に向き合え、歴史戦にするなとかほざぎまくってたようであります。ネットの話、共産党の負の歴史を認めろ、共産党の歴史を隠すことなく若者に伝えろ、まあお前が言うなって話ですか。共産党だって負の歴史いっぱいあるんだろうって話、お前らが暴れ回った負の歴史を直視しろ、阪神教育事件とか山村山村工作隊を認めろ、世界遺産は歴史を検証するものではないけど、これそうなんですよね。ひろゆきさん言ってましたもんね。奴隷労働がダメだつんだったらピラミッドだって、パルテノンだってダメじゃん、言ってましたけどね。世界遺産ってそういうもんじゃねって話ね。数を歴史戦にするなって言ってるってことは、まあ何にも言い返せねえからやめてくれってことかな。歴史を直視しろって言うけど、強制労働させたっつ証拠まず出せよ。
この22年目の新人がフレッシュ和夫めがって思いますけどね。共産党の歴史を知りたければですね、ウィキにカテゴリーが存在します。日本共産党の事件でカテゴリーまるっとありますんで、それを調べましょう。一部ご紹介。あけぼの事件、山梨県のあけぼの村の地主を襲った事件なんですけど、1952年7月30日夜間、約10名の共産党員が竹槍や棍棒を持ち地主宅に侵入、寝ていた地主と家族を縛り上げ暴行し重傷を負わすと、ついでに家の中破壊しまくって有金と米を強奪と、地主を人民裁判にかけ財産を村民に分配するとか言ってたらしいんですけど、何その理屈って話、所有権ってねえの、それとなんでお前らがそれやんなくちゃいけない、全く何にも話通じない連中なんですけどね。豊島区以外での私の発言なんですけど、家畜ぐらいしか考えてねえわ、我々民主主義者が法律なんでも守れるかって思ってんだ、共産党がもし権力握ったらあなたから全てを奪いあなたを奴隷に移す、そのまんまの話ですね。地主を人民裁判にかけ財産を全部分配する、ふざけんなって話、何もかも奪って奴隷にすんのは、何もかも奪うのか、逆らえば殺すのか、いう話。なんでこれで懲罰委員会にかけられたんだが、いまだ分かりませんけど、まあ、全然関係ないのにね、懲罰動議に乗った立憲議員のせいなんですけど、懲罰動議、懲罰委員会設置するとっていうのを、5人以上動議で、成立するんですけど、共産党議員4人しかいなくてですね、立憲2名に、助け求めたんでしょうね。3人中2名がいいよっつって同意しやがって、何にも関係ねえのにさ、私立憲の悪口全然言ってねえのにさ、気に入らねえですよね。あけぼの事件の当時の新聞、自身も血だらけの顔のまま12歳の姉が弟の顔の血を拭うのを見、捜査員一同摂氏役ワンスってありましたよ。摂氏役ワンスっていうのは、怒りのあまりね、こうなんの、この手をね、こう引っ込めて、歯ぎしり。するっつーほど、悔しがった。こういうわけなんですか。共産党は、あけぼの事件は公安のでっち上げ。なんつっちゃって、50年経った2002年のパンフレットでも、そう書いてあったそうであります。この主張変わらずね。数々の暴力事件をですね、でっち上げだとかですね、離脱者が勝手にやったことって主張してですね、反省も謝罪も賠償も解雇もしないと、してない、いまだに共産党、この辺がですね、反省ない、いまだに暴力革命路線に変更ないし、革命諦めてないって思われて公安監視対象になってるあたりですね。これは卑怯卑劣な不破鉄三92歳の方針でして、実は未だにですね、 C 和夫が大声で不破鉄三92歳に怒鳴られて怒られてるって聞いてますんで、独裁は継続中ですね、どう考えてもね。年齢的にですね、あとは野となれ山となれ、俺が言ったことは俺の生きてるうちに変えるんじゃないみたいな話かもしれないですね。いやー、共産主義者って卑怯で卑劣だな、人間性の問題ですね、これはね、人間性の問題。不破鉄三92歳のですね、 X デーがそのまま共産党の X デーになる可能性高いです。不破鉄三以外何も考えてねえんだから、なんだよ資本主義の先にあるものって。だったらそれ説明して、どうやればそうなるかも説明しろよ。不破鉄三以外誰も何も考えてねえじゃねえか。共産党の主力は70歳から75歳、いわゆる団塊世代なんですけど、全滅イコール3割損耗、戦闘員が3割減ってですね、7割になっちゃって、そうすると大体戦闘不能なんだって。それを全滅って言うんですけど、不破の X デーが先か
この3割減、70歳から75歳の3割減が先かどっちかな。まあいずれにしてもあと数年だろうな。ちなみにですね、壊滅は5割減、殲滅は10割減、皆殺しだそうであります。共産党なきやとですね、目立つ敵になりそうな立憲はどうかっていうとですね、自民、公明、維新、国民がですね、2月3日に憲法審査会やりたい、1日に集まって日程や議題を決めようって呼びかけたんですけど、立憲と共産はですね、3日の開催を前提にした協議には応じられないつってですね、1日の集まりを拒否しました。3日の開催を前提にした協議には応じられて、じゃあ何が前提なら集まってくれんで、与党の判断で結局3日もお流れだそうで、全くもって情けないですね。立憲と共産の議でやったらいいかっぺね。ネットの反応です。給料泥棒の恥知らず、立憲民主党は立憲したくないんだろう。欠席は白紙委任だろう。欠席は白紙委任だろう。話し合いに参加しない議員ってどうしようもない。いらん時は国会開けと叫ぶ立憲。なんかね、これNHK でやった永田町の攻防とかいう番組で、なんかね、あれだって、野党が国会開けって言ったのに、与党は開かねがったみたいなことを一方的に、すべての審議終わって、さて、終わったなっていう時に、なっと、必要ねえ時に国会開けって騒ぎ出す。立憲共産。参院選で立場が崩壊するから、それを待とう。という気の長い意見もありました。日程を決める集まりを欠席し、事なきを得た。得てないんですけどね、全然ね。こっちから見たら、なんでなのいう話なんですけど、前提が何も何でもですね、何が何でも、どういう前提であっても、いず開催であっても、何が何でも拒否するんでしょうね。日程決め。日程決めを拒否して、会を開かせないって手段を覚えちゃったから始末が悪い。まあこれ、与党が甘っちょろいから悪いんですけどね。いずいず開くから来ても来なくてもいいよ。言えば、のこのこ来んのにさ。立教ね、無視して開けばいいのに、開けばね、欠席は白紙委任なんだからさ。普通そうでしょ。学校休んでね、なんかしんねえけど休みの間中ずっと掃除当番になっちゃったって言っても文句言えねえでしょ。その日休んだからでしょって言われるのもうちね。枝野幸男、党内向けに講演したそうであります。そもそも権力側から会見を言い出すのは間違っている。その理屈全然全然理解できないんですけど、何がそもそもなの、何がそもそも党内向けにこそこそやってないで、堂々と言えって話ですよね。会見の前にですね、国民投票あんだから、議論すらしないっていうのは、で、妨害して止めてるっていうのはですね、この国民の投票する権利を踏みにじってますよね。連中はね、国民じゃなくて、気持ちは人民。だから、平気なのかな。我々の権利の無視は、綺麗な権利無視とか言ってね。左翼はですね、私たちと違う日本語喋ってます。懲罰質疑の時につくづく思いました。共産党とか立憲の議員が何聞いてんだかさっぱり理解できないと思う。そんなこと今更聞くのかっていうようなことばっかりね。今は共産党が強烈なので、立憲のですね、支離滅裂さであるとか、卑怯さであるとか、愚劣さがちょっと目立ちませんけどね。なんせ共産党がエッジが立ってますんで、共産党亡き後に、まあ目立つんでしょうね。目立ったからちょっとあれだななんつって、変に改選されて、まともになられてもこちっとしては嫌なんですけど、ガン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 叩いて、誰かに例えられるように、毛沢東以外、
ぐらい憎まれたいと思ってますんでね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。